大家好，欢迎收睇 Gameplay HK 雅俊，继续 Monster Hunter Stories 2破灭之翼。上集雷斯就真正觉醒咗啦，而且藉住我哋嘅基本之力，终于都可以控制到自己嘅力量，我哋可以喺天上面飞噶啦。咁而家就继续先，我哋需要去呢个叫做追忆大坑嘅地方啊。哇，有得飞真系好方便，想去边都得，唔使兜路，又唔使惊遇敌啊。咦喂，我哋飞翻去研究所边噶，系咪啊？エドはずっと一人で大穴の調査を続けていた。そしてルトゥに戻ってきたの。私たちに危機を知らせるために。其实会唔会系有魔物喺坑底喷啲龙炮，所以先至会整到个咁嘅坑出嚟咧？エド、久しぶりだ。君たちは変わらないな。年を取ったのは俺だけか。それは事実なのか。地割れとは言えないような、そう、大穴、それが各地に。大穴に隠された真実を暴かなければ。真実？大穴に何かを見たのか。いえ、何も見てはいません。ですが聞いたんです、大穴の底から響いてくるモンスターの声を。モンスターの声？我都话啦，ただならない予感がする。この世界は破滅に向かってしまう。信じがたい話ではあるが、調査をする必要はありそうだ。そして私たちはこの地にやってきたの。一定は有古龙喺里面啊。大穴に隠された真実とはこの音のことか。そう、これは声だ。紛れもなく声だ。始まり、何がだ。そうか、これは産声だ。我咁強力量嘅古龍都啱啱出世。どうした、レンス？老雷斯想冲入去啊！我以为又系你啊，灭尽楼。ネルギガンテだ。真系唔抵！佢讲到灭尽龙，好似咧想守护嗰只大坑底嘅新生古龙咁样咯。生まれるのか。始まり、始まるのか。話しなさい。救唔到啦！如果唔系，都唔会话佢喺呢度死啦。エダ様！嗱，呢个故事又讲咗，即安健好紧要。去啲咁样嘅地方，一定要带咗安全带先。
齐跌咗落去，但系雷斯最后系翻咗出嚟嘅喎。これが彼の運命だったのです。なんと儚い、なんと不確かなものなのだ。レドの力をもってしても、大いなる自然を前に、人の力でできることなどありはしなかった。真系做戏咁做，点会喺呢个关头先至跌咗粒基本石出嚟啊？世界の状況は日々悪化していった。そんな時、マモリレウスが生きていて、ハコロ島に戻ったと聞いたの。私はマモリレウスに会いに行った。そして、あなたに出会った。レドは大穴の真実を知ることなく言ってしまった。私は、レドが果たせなかったことを果たしたい。そのためにはレウスとあなたの力が必要なの。ありがとう。俺たちは仲間だろ。一人で責任を感じたり悩んだりしなくてもいいんだぜ。仲間、そうね、私たちは仲間。見て、真実を突き止めなければ。行こう。咦，呢度之前嚟过嘅，茫茫地图先又唔系。继续啦，我哋系要揾发光嘅地方，不过喺地图上面唔觉喎，同埋有揿过 B 掣，不过佢唔俾我飞啊。点解有光嘅地方前面有个咁样嘅入口嘅？喂，唔通成条村消失咗？なんだかとんでもないモンスターが暴れまくったみたいに見えるな。ええ、光が強くなってきてる。これは、穴には違いないけど、とんでもない大きさだな。ええ、村が飲み込まれてしまっている。うにゃはははよ、幸存嘅村民啊。大変だ。やめろよ、食うなんてことは考えるな。あれ、俺を食んちゅうなんかと間違ってるんじゃないのか。ひょっとして俺はな、ただのアイルじゃない。この子、你爸爸ビッグデグレートだ。ハハハハハ。あいつはライダーさん、ライドオンの時間だ。打材料啱晒，用雷斯去打。喂，但系雷斯点解你会用个速度攻击噶？用毒击去对付佢啦。咁我咧就转用呢个锤，力量攻击打佢头。材料实在太容易打，我觉得冇难度啊。
吓，呢只咁劲嘅弱化哥嘅，不过唔使惊佢啦，系嘛？佢唔攻击到我咪得咯。嗱，双重攻击。喂，好过分啫！你可以行动两次，我谂雷斯仲顶到嘅。再攻击多一次。哎呀，雷斯乜你咁渣嘅咩吓？有叫声，嗌多只黏蟹过嚟，喂，有冇人嚟帮手啊？唔好理啦，我哋换一个龙。用激斗打咗只黏蟹先。要扣防添，哇，好痛啊！喂，太可恶啦你，雷浪浪，跟住用速度攻击，爆佢头。哎喂，死啦！呢只红彩鸟嚟噶，应该用技巧攻击先啦。不过算啦，佢都瞓低咗。换翻雷斯出嚟，咁雷斯咧你就用毒击啦，打只蟹。我咧就用技能，我谂打全体都系唔着数啊，单一只先，杀咗只红彩鸟。1200多，个身爆咗啦！飞行对决，梗系我只雷斯赢啦，系咪啊？慢慢揿都赢你啊！落翻地下，乖。骑成咗先，回血。就咁攻击红彩鸟啊！你继续硬化，唔好攻击就啱噶啦。用毒击打红彩鸟。你死啦佢！就咁力量攻击，哇哇哇哇哇！你好啦吓你，基本技能，高空突袭，哇！睇嚟似系想撞我嘅喎。流星咁，扣得600多，系不过都好啦，起码打低咗佢。咁剩低只念蟹，就咁普攻应该可以打死佢啦，我估。哎呀，嬲啦嬲啦嬲啦！佢会变成速度型嘅，咁所以咧就青怪鸟啦。用技巧攻击，继续都是技巧啦，冇难度。喺骑乘之前咧，我哋就可以用啲劲嘅招嘅，继续都是呢个陨星回旋击。咦，你
想速力啊？估乜话先啦，都系。哇！扣咁多嘅喂，好过分喎佢。我谂就咁攻击直爪先啦。我会用反击技，一个炉出嚟先。跟住帮佢补血。你咪继续观察咯。哎呀，大一个龙啊，你唔好打佢啦。哎，佢终于攻击啦，双重攻击。面咯。骨我赢啊，骑成。再用力量攻击，你打我，我咪继续反击你咯。好 ，level 三可以用基本技能啦，打身体啦，冇得俾你硬化。差唔多死咯喎佢，你咪继续硬化咯，睇佢挨咗几耐。拉埋，哎呀嬲啦嬲啦，佢嬲嘅话咧，换翻青怪了，跟住用技巧攻击。仲未死，骑成补血，继续基本攻击，耶，搞掂！哇，最过分就系佢狂暴嘅时候咧，原来系有两回行动。好鬼高功啊！ふう、危ないところだったぜ。すげえな。モンスターを仲間にできるなんて、ビッグでグレートだぜ。おっぱいやるじゃん、猫。兄貴、兄貴。呼んだか、相棒。兄貴に会えるなんて夢みたいだぜ。で、そりゃこっちのセリフだ。生きてるとは思わなかったぜ。ナビルーのお兄さん？好明顯佢哋冇血緣關係噶啦。オルゴだ。血はつながってないけど、俺にとっては本当の家族みたいなものなんだ。お前今はナビルーって呼ばれてるのか？自分でつけた名前だぞ。かっこいいだろ。ああ、びっくり！グレートな！その上、ば。その上？そうか。いや、ビッグでグレートだよ。そうだろう、そうだろう。礼をしたい。俺の家に来てくれないか？今はこの辺に住んでるのか？ああ、いろいろあってな。俺もいろいろあったんだ。兄貴と話したいことが山ほどある。二人ともちょっと寄り道してもいいか？え？哇，好靓啊呢度，咁多樱花嘅。
哇，同埋我见到有个金色嘅豆下，可唔可以兜一兜路过去啊？好啦，起飞！头先见到个金色嘅豆好似喺呢边嘅，等我哋去完嗰个豆再去佢嗰个屋企啦吓。嚟到啦，嚟到啦！呢度就系艾老猫嘅避难处。哇，佢系咪将条村啲残骸咧搬咗啲过嚟啊？劲得意咯，就艾老猫神像。阿尼基，ここが家か？そうだ。まあ見ての通りアイルーの隠れ穴だけどな。どういうことだよ？帰る家を失った者たちが寄り集まってできた場所さ。帰る家がなくなった？さっき大穴を見ただろ？あの場所に俺たちが暮らしていた村があったんだ。そうだったのか。兄貴もいろいろあったんだな。お前と同じさ。だけど楽しくやってるぜ。家族はいい。そうか、家族か。だがあの大穴ができてから恐ろしいモンスターが現れてはアイルーや人たちを襲っている。中にはさっきみたいに様子のおかしなモンスターもいるんだ。大変な目に遭ってるのね。何か力になれることはない？そうだぞ兄貴、何でも言ってくれよ。いいのか？遠慮はなしだ。家族が困ってるところをほっとけないって。ありがとな、みんな。支度をしたらモンスターの調査に出かけようぜ、ライダーさん。佢喺华之心见到一只巨大嘅魔物，所以就嚟咗呢度避难啦。想帮你哋做咩啊？哦，想我哋驱赶嗰啲魔物嘅。嗱，好啦，我哋嚟到新嘅村庄啦，跟住落嚟应该就系要周围去调查嗰啲红色光芒，去调查大坑里面就嚟出世嘅古龙究竟系啲乜嘢嚟噶啦。咁我哋今集就玩到嚟呢度先，中意嘅朋友记住 like 同埋 share 俾朋友一齐睇啦。多谢好收睇 ，thank you， 拜拜。